はい、皆さんこんにちは、ミカベーです。こんな人と年中進むのか、はい、皆さんのおかげでなんとライブ配信した次の日に4000人に登録者数になってしまいましたんで、またお約束通りライブ配信をさせていただきたいと思います。これって見たらこっちに映像見えんけど分からんなということで本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。いつまで続くんでしょうかいやもうわしの授業が短いから、もうでも多分次は やるとなっても5000人なんで、もうそんな5000人までいかんと思います。もうご安心を、大丈夫と思います。はいそれでは、ライブ配信の、やる日にちなんですけれども、もう皆さん3回目なんでもうご存知かと思いますが、今回は12月26日月曜日の夜8時から9時まで、また1時間の、はい、ライブ配信をさせていただきたいと思いますので、皆さんもあの晩酌をしながら、まあ、ゆっくりと見ていただけたらと思います。でですね、今回も、ライブ配信の時に、釣りに関しての質問疑問、また人生相談など受け付けておりますので、人生相談教えしたい会長なんか悩みあります？あんまりないな。あ、ないですよね。あるも彼も一人でするのに立っただけちゃうか。そうですね、もうあの様々な経験をされてるんで、もう人生相談ある方もぜひ受け付けますので、ぜひ12月26日の8時から皆さん今回もご覧くださいませ。そしてですね、毎度おなじみなんですけど、なんと11月26日ライブ配信9時に終わってから、9時からはなんとせーの、ビジョンかい。はい、そうですビジョン来ないだ、西村のさ3回、4回ぐらい来たからやみんな楽しみにしてますんで、はい、ということでぜひ9時からは電信電車を見ていただけたらと思います。それでは皆さん本当にあの猛速球で4000人登録いただきましてありがとうございました。今後とも、松田浮き M&M、 そして M&M YouTube を、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ会長も一言メッセージお願いします。いやいや、そんなこと言われたじゃあ質問には答えるけど、そうですね、うん、はい、では皆さんぜひあの楽しみにお待ちください。あ、それで終わりかあーよかったな